山田もおたあす。シティシティデデデデホンダ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 ディ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 ホンダ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 。はい、今回もですね、ちょっとね、皆さんも飽き飽きしてるかなと思うんですけど、私ねシティが大好きで、でまたねこの後ろのね箱にあるシティをね購入したので、ご紹介させていただきたいと思います。今回買ったのはね、YouTuber のね、ミニカーなどを紹介してます、フーのミニカー集めの日々っていうチャンネル名のフーさんがね、紹介してたのをね、見てですね、その存在を知りまして、購入しました。ホンダ、強調のね、ホンダシティね。で、ここに並んで、まあ、これちょっとシビックなんで、ごめんなさい。ちょっとね、お気に入りなので、ここに出しておきました。これはちょっとね、違うんですけど、ここにね、並んでます。シティはね、全部ね、ミラーがないんですけども、今回買ったものはね、ミラーがついてるのでね、とてもね、楽しみなんです。はい。フーさんの動画ではね、見させていただいてね、とてもね、一発で気に入りまして、で、オープニングでね、お伝えしたように、CM ソングなんですけど、まあ、イギリスのね、スカバンドのマッドネスだったかな？マッドネスっていうバンドの、が、出演してね、やってる CM めっちゃ面白いので見ていただきたいんですけど、その CM をね、見ていたら、なんとね、この年、何年式だかちょっと忘れちゃいましたけど、相当古い年代なのに、リッターね、20キロ走ったりとか、ターボ車でも17、8キロ走ったりとかっていうね、そういう CM になってましたね。で、60キロ走行時でリッター33キロとか、すごくないっすか？まあ、私ね、この昔ね、あんまりコンパクトカーに興味なかったので、その当時ね、そんなに燃費良かったっていうのを知らなくて、ますますね、ホンダシティにちょっと魅力を感じてるんですけども、まあ、ちょっとね、またね、前置きが長くなる。もうね、早く開けろっていう声がね、もうひしひしと伝わって、もう聞こえてきております。じゃあね、早速開けたいと思います。ちょっとね、じゃあ開封するのに、カッターを入れて開けますので、お待ちください。はい、じゃあね、ちょっとね、開ける準備ができましたので、開けていきたいと思います。潜んでるマニアの方ね、こちらでも大変お待たせしました。こちらでもね、今日できますよ、潜んでるマニアの方ね。はい、じゃあ開けてまいりましょう。じゃーん。あ、なんだこれ。こんな風になってたよ。あー、なんかすごい綺麗に入ってる。嬉しい、なんか。なんか個人から、まあ、個人売買で多分ね、買ったと思う。なんかお店からね、送られてきたみたいな感じでね、とてもいいですね。なんか、ブランド物のバッグなんかこんなのに入ってる感じがするんですけど、まあ、違うか。買ったことないんでわかんない。おー。でね、今回ね、価格の方が1650円で2台買いました。ただね、送料がかかってますので、送料が600円かな。なので、2200円ぐらいちょっとかかっちゃったのでね、ちょっと、わー、かわいい。やばい、見えてるもん。てぃ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 、ほんだ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 。はい。わー、かわいいね。フーさんの多分赤だったかな。で、私購入したのはイエローとね、ブルー。紺かな、ブルーかな、紺かな。まずね、ちょっとね、ブルーの方ちょっと見ようかな。はい。わ、すごい丁寧に梱包されてますね。わ、嬉しいねー。ダメだ、買ったね。で、スケールがね、多分64分の1なので、まあ、この辺はね、確か57分の1とかね、ホットイユに関してはちょっと、スケールは書いてないんですけども、まあ、55分の1とかそのぐらいかなと思うような感じがしますね。はい。これは64分の1なんです。うわ、すごいなぁ。これは出来がいいぞ。わぁ、ちょっと早く開けたいな。こうなって、あ、なんかこういう風になってるんですね。こういう風に。で、なんかここにね、紹介文が書いてありますね。1981年なんですね。登場した、ココタ3ドアハッチバック、居住性を優先してデザインされた背の高いトールボーイスタイルっていうんですか。かわいい。は、競合他社に強い影響を与えた。エンジンは 1.2 リッターの OHC のみ、後にね、ターボやハイルーフ、カブリオレなど様々なバリエーションのモデルが生まれた。そうっすよ。この 1.2 リッター OHC のエンジンがね、燃費がすごく良かったみたいですね。はい。当時からそんなに燃費がいいもの、1981年なんかね、あったんだなぁと思って、びっくりしました。まあ、私はまだ免許持ってなかったのであれだったんでしょうけど。あ、これ、そうですね。フーさん持ってたのはこの赤で、私今回買ったのはイエローとブルーですね。うわ、かわいい。わー、楽しみ。わー、めっちゃいい。
なんて言ってもこのミラーがついてんだよね。うわー、やっぱ一番やっぱ出来栄えはいいですね。あの過去のこの一番多分これがねいいかなと思ったんですけど、これトミカリミテッドのね、シティターボ2なんですけどね、それに増してこれの出来栄えはいいですね。ただやっぱギミックはないと思うんですけどね。どうだろう。はい、でね、ちょっとこれプラスドライバーでなってますので、まあちょっとね視点を低くしてみた方がね楽しいのかなと思うのでね、まあ低くした時によく見てみましょうね、台座を外して。はい、かっこいいミラーがいいね。わあ、タイヤどうなんだろう、リアルライダーかな、ゴムタイヤっぽいね。あー、でこれスチールホイールだよこれ。やっぱ私ターボなんかよりもこのね何の変哲もないあの初代のねシティの方が好きかも。はい、じゃあねちょっと黄色の方もね見てまいりましょう。あのとてもね、あの梱包材もねちゃんとついてて状態が良かったので本当にいい買い物したなと思いますね。これは本当に嬉しいわ。開かないかな、あれテープの方が気に入ってない。うわー、黄色も可愛いね。いやー、ちょっとこれはありがとうございます。あのこの存在をね、あのフーさんの動画見なかったらね私知り得なかったので本当感謝してます。はい、とてもすごいいいですねこれ。うわー、めっちゃ細かくできてる。あ、で今度は、あ、これ本当はこっち側だったんだ、こういう風にね。はい、こういう風になってるんですね。はい、はい、じゃーん、うわーやーべー、うわ、これもいいね。黄色の方がいいかな、やっぱりね。まあね、私ちょっと勝手に言ってますけど、ヤマダモーターズからね。これさすが強勝って感じですね。すごい。うわー、ちょっと感動的。うわー、ますますシティが欲しくなっちゃったな。本当の車ね。シティ再販されない、再販っていうかもう今、シティってなんかでも、このタイプからかなり年数経ってから出ましたよね。あまりかっこよくなかった記憶があるんですけど、ちょっとね、後で調べてみようかなと思います。じゃあね、ちょっとね、台座から外して、よく見てね、視点を下げて見てまいりたいと思います。はい、ちょっと外してみました。じゃあね、ちょっとね、詳細見てまいりましょう。イエローの方見ちゃおうかな。すごいね、ヘッドライトはクリアパーツになってますね。で、ウインカーなど塗られていて、あ、やっぱりタイヤはね、ゴムタイヤですね、これね。で、ホイールがね、スチールホイールのね、形状になってて、とてもいいですね。この辺に、モールのね、ラインがブラックでなっていて、リアを見ますと、いや、ウインカーなんかもね、ちゃんとね、ウインカーのオレンジとブレーキランプのレッドになってて、すごいですね。でね、ちょっとね、この担保印刷なんかもね、すごく細かくなってるような気がする。ちょっと見てみましょうね。わー、シティって書いてあって、なんて、赤い部分は何なの ?R だ。シティ R ってなってますね、これね。わー。ここのね、中央のところにホンダのマークがあります。いやー、細かい。うわー、本当に細かくよくできてる。ここはホンダのマークになりますね。わー、よくできてるわ。すげえ。わー。で、フロントをよく見ますと、あ、ここにね、ホンダのマークがありますね。ちょっと光っちゃってあれだな。はい。ウインカーなんかもね、ちゃんと塗られていて、ちょっとミラーが大きい気もするけど、またこれが可愛いかな。ミラーどうなんだろうね。ちょっと実写と比べないとわかんないけど、うわー、でもめっちゃ可愛いっすね。あー、すげえ気に入った。これはちょっとね、いつもね、私ね、この台座をね、取っとかない派なんですけど、これはちょっと取ってね、ケースに入れてちょっと保存したいと思うぐらいにちょっと気に入っちゃいました。乗りたい。この車乗りたいなぁ。ねえ、まあ私が若い頃はまだ走ってたとは思うんですけど、あまり記憶にないですね。元コンポとかこのやつね。これ元コンポ積んであるのかな?あ、元コンポは積んでない感じがしますね、これ。なんかなんでしょうね、カバーみたいなのついてるのね、段上げされてる感じになってますね。なので、これちょっと元コンポは見れないですね。はい。これはいいっすね。ボディはね、ダイキャストですね、これ。で、シャーシが、プラスチックですね。多分ね。そうっすね。わー、で、バンパーのね、ここのところ、イエローのラインが入ってんですね、これ。で、シャーシからのね、成形なので、まあ、ウレタンバンパーなんでしょうね、本当の実写はね、を再現してるような感じで、いいっすね。これ、艶消しになってるので、とてもいい感じに思います。わー、かわいい。わー、かっこいいね。あ、フロントもイエローのね、モールが入ってますね。
わあ、いい。いやー、ホンダシティ、なんかね、ほんと、私、後追い棒なので、まあ、当時のシティのね、そういうシーン知らないですけど、うわー、この車めっちゃ欲しいなめっちゃ欲しい、なんかこんな感じで出してくんないかな、ホンダで。名前もいいしね、やっぱCM ね、ちょっと私、YouTube でね、昔の CM ね、見させていただいたんですけど、やっぱ昔の CM の感じね、良かったですね。まあ、マッドネスが出演してるのもとてもね、いいですし、なんて言ってもね、この踊りっていうんですかね、ディー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 、ホンダ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 っていうのがね、めっちゃかっこよくてね。ああ、もう、ほんと嬉しい。はい。じゃあちょっとね、ブルーの方もね、見てまいりましょう。ブルーの方もね、いいですね。もうこうなったらレッドも欲しくなっちゃったな。もう3種類全部欲しい。これ。コンプリートしたくなっちゃった。はい。うわー、いいねー。ほんといいよ。これはね、イエローのと違ってね、ブルーのモールになってますね。バンパーのところね、この周りがね。はい、フロントもそうです。わあ、いいっすね、これ。ほんとに可愛い車だな、これ。で、トミカのとね、ちょっと並べてみますと、こんなスケール感ですね。うわぁ、強小の断然いいっすね。やっぱりディテールがすごい細かくて、やっぱ64分の1っていうのがね、もうかなりポイント高い感じですね。ただね、トミカの方はリアのこのリアハッチの形状がね、ちょっとこう見比べるとね、やっぱり純正とはね、ちょっとかけ離れてるんですけど、この形が可愛いんじゃ。はい、でもね、リミテッドの方もね、こんな感じですね。でこれはターボ2なので、これはブルドックってやつでした？ちょっとごめんなさい、その辺はあんまり詳しくなくてね。まあ、乗るならブルドックですかね、やっぱりね。はい、わー、かっこいいっすね。いやー、いいっすねー。はい。これもいいよね。ターボね。でもやっぱりこう、何の変哲もないの乗りたいな。ドノーマルで乗りたいね。ドノーマルで乗りたい。で、これもトミカの方かな。これもターボ2ですね。はい。こんな感じ。はい。で、これがホットウィールのですね。はい。これもターボですよね。まあ、なんていうんだろう、このトミカのよりも随分とね、スポイラーがね、派手めに作られてますよね。これ、ホットイールらしい感じですね。あ、これもちょっと細部塗装してみればよかったね。この前忘れてたわ。これもちょっと細部塗装後でしようかな。白なのでね、結構やっぱ墨入れなんかすると映えると思うのでね。ただこのおもちゃ感も捨てがたいんだよなね。そういえばシティ、なんかジャパンヒストリック、ジャパンヒストリックのシリーズって確かシティも出ますよね、今度ね。うん。で、今回64分の1なので、ちょっとね、64分の1の日本車とね、まあ、毎度ね、同じもので大変申し訳ないんですけども、ちょっと並べてみたいなと思います。はい、強小のね、64分の1、私これ強小のね、ミニカー買うの初めてなので、ちょっと持ってなくて恐縮なんですが、これ箱スカね。これ箱スカと並べるとサイズ感はこんな感じですね。はい、まあこの何回も登場させちゃうな、これ気に入ってるか。何回も登場させたかわからないぐらいに、あー、かっこいい。何回見てもかっこいいな、これ。花が鳴ったっすよ、今。これ何回見てもかっこいいんだよな。で、あ、黄色のが似合うかな、こんな感じ。うわー、なんだよー、昔の車めっちゃかっこいいな。昔の車めっちゃかっこええやんか。はい、じゃあね、ちょっとね、グリーンライトの外車もちょっと並べてみようかな。これね、なんかほら、同じ系統のようなね、丸めのね、可愛い感じの、これフォルクスワーゲンのね、ピックアップで、ちょっとね、なんですかね、仕事車、電気屋さんのね、車みたいな感じなんですけど、こういうのと並べてもいい感じですね、これね。幸せや。フェアレディ Z はどう？おー、ちょっとグラちゃんのもちょっと一緒に並べようかな。グラちゃんのフェアレディ Z はどこ行っちゃったかな。あ、ここかな。あった。グラちゃんも64分の1なのでね、とてもいいと思うんですよ。わー、リバティオ。うわ、これ黄色の文字だから。ヤマダモータースカラーだから、超似合うね。うわぁ。なんだろう、なんだろう、このシティの魅力は。
何なんだろう。めっちゃ魅力あるんだよな。何なのマジで。本当に何なの。この前買ったリバティウォークとも並べちゃおうかな。これリバティウォークのR3 号はこれスケールこれ64分の1じゃない気がするんですけどね。どうなんでしょうか。64分の1って思い込もうか。うわー、なんかね、あのこんなにかっこいい車の横に並べてもシティってね見劣りしないっていうか、シティだけじゃないか、まあ、ハコスカなんかも並べるといい感じか。やっぱ気に入ってるミニカーは並べてもね、あのこれめっちゃかっこいいんですけど引けを取らないっすね。いやー嬉しいな、こんないいミニカーに囲まれて。僕らはトイザラスキッズ。わーいいね、はい、あもうねあの永遠とやっちゃいますのでね、まあ、この辺にしたいかと思うんですけども、ほんとね、今回めっちゃ気に入りましたこれ、はい、わーかっこいいね。これとも並べたいね。最後、かっこいいね。はい、今回はね、ヤフーオークションでね、まあ、1個あたり1100円だったんですけど、まあ、本当にね、満足のいくね、買い物になりまして、とてもね、幸せに思います。どうもね、出品者様、お世話になりました。とてもね、気に入っておりますのでね、もしね、見ていていただけてたら、とてもね、喜んでますので、ありがとうございました。本当にね、で、ご視聴ね、して、で最後までねご視聴してくださいました、ご視聴視聴者様っていうのかな。まあリスナーの方かな。もうね本当にね毎回ね長々とねベラベラ喋る動画をね見ていただけてるのかちょっとわからないですけど、まあ見ていただけてる方もいるでしょうから、本当にね心から感謝しております。できればねチャンネル登録していただけるとありがたいかと思います。それでは次回の動画までバイバイキーン。山田も太田明日。